人生を歩んできたかっていうことを軽く、もう軽く、お話しさせていただきます。私は、ですね、親が2人と、兄が1人ですね、の4人家族で、育ちました。はい。で、はい。なるほど。わかりました、わかりました。親が2人ってとこが面白かったっ。なんで笑われたのかと思って、今すぐ汗かきましたけど、申し訳ございません。親が、そうです、母と父と兄と私だったんです。で、うちの、親は商売をしておりまして、共働きしてます。で、僕はほとんどほったらかし状態でした。母の話によると、昼間はずっと寝てくれていい子やったっていう話で、だからすごい手間のかからなかった子だっていうふうに、聞かされております。ただ夜はなんかその分起きてしまって、なんか母親に、なんか迷惑かけたみたいなんですけれど、はい。で、まあ、そういう幼少の頃がありまして、私実はね20歳ぐらいになるまで兄が2つ上なんですけれど、その2つ上の兄とそのほとんど喋ったことがないんですね。兄弟なのに、同じ家に住んでるんですけど、もう20歳になるまで喋ったことがないっていう、ほとんど一人っ子状態なんですね。で、なぜそうなったかっていうとね、幼少の頃に、よくあると思う。あ、これが僕の幼少の頃なんですよ。天然パーマでしてね、僕。はい。こういう、はい、すみません。急遽用意していただいて、はい。すみません。あ、でね、よくありがちなんですけど、その親を兄弟で取り合うというかですね、兄にとってはもともと一人で、その例えば父親の妹とか弟さんも一緒に住んでたんで、すごく初めての孫でちやほやされて育ったと思うんですね。で、僕が生まれた時に多分兄は僕にそういう愛情、親からの愛情を取られるんじゃないかなっていうような、まあ、本人に聞いてみるとわからないんですけど、多分そんな感じで、よくね、なんかわざとのけもんにされることがあったんですね。例えば、ケーキが来た日は僕を早く寝かせようとしたりとか、はあ、それはあくまでケーキを独り占めしたいとか二人分食べたいとかではなくて、なんかそういう、ね、親と接することが嫌やったんでしょうね。なんかそんな感じで、はい。で、近くの近所の子供たちと遊ぶ時もなんかあんまり僕寄せてもらえなかったんですね。だから実は幼稚園に行くまでにそのほとんどその人と人間関係を作るという学びが僕あんまりなかった人だったんです。はい。で、まあ、そんな僕がですね、幼稚園に入学したんですけれど、実は幼稚園ね2年間行ったんですけど、ほとんど行ってません。多分10日とか20日とか、そんなぐらい、ほとんど記憶ないんですね。あんまりいい思い出がないんで、行ってない、ほとんど自閉症みたいな感じで。ただ、今から考えると、その原因は何やってんやろうなっていうことなんですけど、うちね、幼稚園のすぐ近所に家があるんですけど、幼稚園の先生が遠くからこうお迎えに行くんですね、一人ずつの家に。ほんで、最後にうちの家に来て、ほんで、2列渋滞になって幼稚園にみんなに入っていくっていうことなんですけど、ちょうど僕の、年代はその同じ学年の生徒さんが奇数やったんですね。だからいつも2列渋滞で並ぶときに僕はいつも1人やったんですよ。で、先生が手をつないでくれて行くみたいな感じやったんですね。で、だからたまにね、誰かが休んだりとかしたときは偶数になるんで、手つなぐ子がおるから僕はこう楽しく行ってたんですけれど、でそういうのがあって、いつもね朝になったら今日は誰か休んでないかなとか、今日は手つなぐ子おるかなとか、もうそこにすごくこう考えてもらうんですね。でそこで不安になって、で行かなくなったっていう、多分そんな感じだったんですよね、今から思い出すと。で今から考えると、ほんとしょうもないことで人間ってこう、そんな些細なことで何かこういろんなことになってしまうんだなっていう、はい、ことでした。はい。で